シュドの孤独なラジオ皆さんこんにちはシュドですえー、第、えー、28回の更新ですけれども、えー、更新予定は2月24日という感じですね、まあ、今回もやっていくんですけど あの2月なんでバレンタインがありましたね14日にであのビタチョコの弾き語りなんかもちょっとちなんでねツイッターとか上げたりしたんですけれども、えー、まあバレンタインといえば、まあ、僕にとってはですね、まあ、こうモテたいという、えー、スローガンのもと活動してる僕にとってはそのモテがね ある種チョコレートの価値というものでこう数値化されてしまう非常に残酷であり、えー、なおかつこう通信簿を渡せれるようなそんな、えー、月なんでございますけれども。 えー、まあ、とはいってね、あのー、僕も中学の時とかチョコ30個もらってたんで、中学の時点ですでに。まあね、こうやってね、ウィキペディアなんかできてね、えー、まあ、あれですかもう YouTube もね、いっぱい登録してもらって、銀の盾も持ってますよ。で、毎年増えて、いくだろうと。中学30個なら単純計算、今90個くらいかみたいな気持ちで生きていたんですけれども、えー、蓋を開ければ、今年の主導のいただいたチョコ、 1> 1個でございますえー、しかも仕事先でいただいた、あのー、スタッフの方が結構ざっくばらんに配るあの非常に慈悲深いチョコレート1個でした、はい。どうしてこうなってしまったのかと僕も疑問なんですけれどもまあそれでもゼロじゃないだけまだ良かったのかとも思いますしどうしてこうなってしまったのかどこで間違えてしまったんだろう一生懸命活動して中野にはあんなにお客さんが来てくれたのに実際僕に チョコくれるのは、1個かという気持ちはありますが、その気持ちは、あの、新年会で、あの、新春ご挨拶の会で皆さんから頂い,いたお手紙を読んで、えー、正気を保って今、ラジオを撮っておりますので、そんな手動を今回もよろしくお願いします。それでは、えー、皆さん最後までお付き合いください。 孤独なラジオ。改めまして、主導でーす。近況トークという感じで、まあ、えー、気を取り直してやっていきたいんですけれども、えー、今月は何があったかのかというと、えー、マフマフさんとの曲が出ましたね。えー、クロックワークスという楽曲が、えー、これが、えーと、ラジオが配信される頃には金曜日なので、その2日前くらい、えー、2月22日、猫の日ですね、えー、くらいから配信されているという予定ですけれども、皆さん、えー、聞いていただけたでしょうか、えー、あの、 ま、一緒に曲を、あの、なんかやらせていただくみたいな、ざっくりとした情報は出ていたんですけれども、実際、え、内容に関してどういう感じなのかっていうのは皆さん聞いていただけて分かったと思うんですけど、結構がっつりデュエット。 とさせて、えーまあ、いただきましたね。あの、もう聞いた方は分かると思うんですけど、1番さんが、ガ、え、ッ、ー、がっつりマフマさんが歌われてて、で、まあ、2番割と自分が歌って、ちなみにサビは2人で、えー、歌していただいたりんですけども、で、最後ちょっと、あの、落ちサビあたりでこう絡み合って、最後のサビブワーみたいな感じの構成に、えー、させていただきましたというね、感じで。いやー、なんか、 結構最初曲を作るときに、あの、どういう感じにしていこうかみたいな、もちろん話もスタッフの方と含めてしたんですけれども、えー、なんか、 ま、最終的にはかなり自分が、えっと、やりたいようにやらせていただけたというのが、ま、マフマさん側のこともそうですし、え、ほん皆さんのおかげでできたなというのがありますね。え、なんか、結構サビをさ、ある意味こう、マフマさんが割とメインのメロ歌って、あの、僕がこう、オクターブ下の下のこう、歌、なんかメロディを歌ってるんですけれども、そういうこう、一緒に歌うみたいなのも、なんか、結構その、 やっていいいのかみたいなちょっと恐れ多いんじゃないかみたいなところもやっぱり個人的にありましてまあっていうのもやっぱマグマさんはこう歴も長いですしなんかもうなんだろうな自分みたいなのからするともう本当インターネットカルチャーの一部というかもうそれを作ってきた人なので音楽特にニコニコ動画ですとか、えー、まあそこら辺の音楽カルチャーに関してはもう切っても切り離せない方なので,でそれは僕はそれを見てずっと育ってきた。 人と曲をやるっていうのが、あの、ほ不思議な感覚で。で、皆さんも実際聴いていただいたと思うんですけども、その自分の声とこう、一緒にデュエット見たくなってるのを改めて聞いて、もちろん曲作ってる時もいっぱい聞いたんですけど、配信されたのを改めて聞いて、あなんかすごい感覚になるな、みたいな。本当に、生きてるとこういうことが起こる、起こり得るんだな、みたいなのを感じましたね。はい。 まあまああのー、まあ何をとは言いませんけれども、今のところこう楽曲配信が開始されてるだけですけれども、まあこんな素晴らしい楽曲なのでもちろん、えー、ただサブスクとか配信だけにとどまらずもちろんあれも、えー、まあぼちぼちね、いろいろ準備できたらなみたいにふうに考えてますので引き続き、えー、お楽しみくださいって感じかな、続報をお待ちくださいって感じですね。いやー、ね、マグマさんと曲がやれるくらいには、 いろいろありがたいね、環境になってきたんですけどね。まあ、それでもチョコは一つっていうのは結構、まあ刺さりますね。はい。まあまあそんな悲願でてもしょうがないんで。はい。まあでも本当に、あの素晴らしい曲なんで皆さんたくさん聴いてください。お願いします。 えー、それとですね、えー、今月はこういうなんか楽しいのもありましたね。えー、僕は4月8日にあの幕張メッセで、えー、ガムシャラというライブやらせていただくんですけれども、え、こちらの、えー、コンビニ広告が今月は、えー、出ましたね。出していただきました。えー、要はあの、全国のコンビニのあの、なんですか、外から見た時にさ、こう、いろいろライブやってますよって広告があるじゃないですか。あれがですね、まあ、あの、何店舗か、え、全国のコンビニで出させていただいたという感じでしたね。 なんか僕も、えー、非常にそういうのが出てるという話を聞いて嬉しくて結構ね、あの近所だったり回ったりして、えー、何個か見つけたりとか。あとなんか僕の実家の結構あのあたりでもあって、あったらしくて、えー、親もですね、喜んでその写真を送ってくれたりなんていうのもありましたね。すごく嬉しかったですね。なんか。 それもやっぱ、えー、まあ僕も田舎育ちだったので、栃木の田舎育ちだったので、放課後やることって言ったら、まあ友達とコンビニ前をたむろして、で、ゲーセン行って、で、河原で石投げてみたいなことばっかりしてたので、あのー、なんかそういう、なんだろうな、ライブの広告はよく見てたので、そこに実際自分の広告が出していただけるっていうのは、えー、やっぱり非常に感慨深いものが、えー、ありましたね、本当に。で、まあ、あの、こっからもどうでもいい話なんですけど、その、 広告が出てるって話を聞いて、えーまあ、僕も実際ちょっと行ってみようと思って、あのー、広告いろいろ見てたんですよ、コンビニ。ただ結構あんま家の記事ゃなくて、ちょっとまあ電車とか乗って移動していろいろ探してて、で、やっと見つけて、あのー、ツイートとかもしたんですけれども、えー、まあなんかその見つけたコンビニでね、あのー、せっかくだから記念になんか買おうと思って、なんか缶コーヒー一つ買って、 あの、まあ、レジ持ってったんですよ。そこのコンビニで。で、レジで会計しようと思って、俺よくあの、普段スイカ使うんで、あの、あの電子マネーでお願いしますみたいなこと言う、スイカでお願いしますみたいなこと言ったら、あの、たまたまそこのちょっとレジの機械が故障してたらしくて、そこの男性の店員さんが、あ、すいません、今ちょっと電話使えないんですよ。あ、電子マネー使えないんですよって、さらっと言ってきて、あれ、今この人電話って言ったみたいな感じになったんだけど、そうか。 なんか、その人はたまたまちょっと噛んで電話って言っちゃったけど、電子マネーを略して言ってるだけか。だから別に全然変なことじゃないし、そもそも電動マッサージ機自体も別に変なものではないから、全然おかしくないんだけど、そっか、電子マネーって略すと電話なのかっていう発見がそこであって、あの、それを思わずですね、衝動的に、えっ、ー、と、ツイートしてしまったんですけれども、それが、あの、ここ最近のツイートで一番あの、いいねがつきました4万いいねくらいついて、普段の、えー、え曲とかのいいね数より非常に多くてですね、 えー、まあもう皆さんもっと曲をいいねと思ってほしいなというのが思いながら、まあまあしょうがないんですけど、普通にネタツイート的なものなんで、えー、やってたんですけど、でもなんか、えー、なんかあれね、ツイッターはやっぱり楽しかった方がいいなっていうのを最近思いましたね。結構殺伐としたニュースもいっぱい流れてはくるんですけれども、えー、楽しくやろうとふと思ったというきっかけでした。 あでちなみに、その、俺はそれをすごいびっくりな発、なんだ、発明というか気づきのように思っていたんですけれども、まあ、電子マネー略すとそうなるっていうのは結構いろんな人が言ってるっていうのが調べたら分かってですね、あの、真空ジェシカさんとかも言ってたんで、なんかラジオかなんかで。で、ツイートも出てきたんで、えー、全然斬新な発想ではなかったというのも分かりましたですね。はい。まあ、コンビニ行ってよかったんで、そういうエピソードでした。はい。 で、あと、今月、ライブで言うとですね、そうだ、これもありました。私、主導、ライブが、新たにやるライブが増えました。4月2日、大阪、ゼップ、大阪、ベイサイドで行われます、ネオトポスというですね、イベントを、こちらに参加させていただくことになりました。あれですね、幕張ライブの約1週間前くらいなんですけれども、まあ、本当はありがたく、あの、お声掛けいただいたので、ぜひね、あの、幕張前に武者修行を兼ねてですね、一つやらせていただけたらというふうに、思って参加させていただきます。 いただきます、えー、でこれがですね対バ形式の、まあ、僕初めて出るんですけど、あのー、ライブになりまして他に出るのがですね、えー、北に達也さん、えー、須田圭奈さん山さんというですね、えー、そして僕という4組になりましたけれどもこれなかなかいかついツじゃないですかぶっちゃけ。はい ま、そのなんかフェスとかにも結構あの他の加方出られてたりするので、まあ、ライブ経験で言うと僕がえ圧倒的に浅かったりもするので、めちゃめちゃこう先輩方のえそういう意味で背中を見て学ばせていただけたらなというふうに思いつつも、あのー、北にくんとか須田さんとかは普通にあの飲んだりもしているので、あの、改めてちゃんとライブで共演できるっていうのがめちゃめちゃえ嬉しいですね。本当になんか飲んだ、飲む時はどうしてもしゃあないんですけど、これはお酒の差がね。 話ばっかりしてて、もうなんかあれこの人何の人だっけ？みたいになる瞬間がお互いあるんですけれども、めちゃめちゃ音楽の方なので、それかっこいい姿、えー、先輩に見させていただけたらなという風に思ってますね。まあ、もう食われないよう、ね、に。俺もぶちかましたいとは思ってますけどね。だと山さんとかもそうだよね。すごいよね。 マジで前なんかフェスであのちらっと見させていただいた時に本当にマジでもう少しも歌がブレないみたいなあの圧倒的な歌唱力だったりもしたのでなんか本当いろんな面で楽しみですねえ、そしてまあ対番が初めてではありますがえ、いわゆる大阪 え、東京以外でライブをやらせていただくのもですね、え、まイベント含め今回が初めてですので、まあ、すごく楽しみですし、関西の方、えー、皆さんおは、お初にお目にかかりますという感じなので、えー、ぜひ、あれですね、幕張、えー、行きたいけれど、ちょっと遠くて難しいよみたいな方はですね、これをぜひ来ていただけたら嬉しいなと、え、思いますね。ただまあもう僕がいなくても、このお三方だけでも相当チケット争奪戦が、えー、予想されるイベントですので、えー、ぜひですね、えー、まあ頑張って撮って いただけると、えー、嬉しいなという感じでございますね。まあもちろん幕張もぜひ、あの、来てほしいんですけれども、えー、よろしくお願いします。って感じかなで、 もうあれだね。一応今回大阪、こう、台湾景色というライブで、まあ行けるけど、まあもちろんワンマンでも行きたいなというふうに思っておりますので、まあほんといろんな意味で、まず大阪調子どうよっていう感じなので、えー、よろしくお願いしますって感じでね。楽しいだな。まあが速ちょっと幕張1週間前なので、あんまりこう観光とかお酒飲んで楽しくとかは、ちょっと厳しいとは思うんですけれども、まあまあまあ、えー、まあ女子の範囲でいろいろやっていけたらなというふうには思っております。よろしくお願いします。 さあ、まあ、今月こんな感じなんですけれども、えっとですね、今月あの、いろいろ新年会でいただいたお手紙を拝見させていただいたりもしたんですけれども、その中にですね、非常にえ的確すぎる指摘があって、シロさんあの、ラジオをやってて、あの、毎回聞いてるんですけれども、あの、これクレームじゃないんですけれども、あの、シロさんお便り募集してる割には全然お便り読んでなくないですかみたいな、ほん、 本当にマジでもその通りすぎる指摘が、えー、あったので、あの、今回からちゃんと忘れずちょいちょいお便りを読んでいけたらというふうに、えー、思います。あの、ツイッターでね、ハッシュタグとかつけてもらってるやつなんですけど、読めたらなと思います。 まず、ツイッターネーム、ミワさんからですね。えー、シロさんこんばんは。私、えー市場、あ、私事で申し訳ないのですが、えー、2月7日が私の誕生日で祝ってほしいです。あ、おめでとうございます。それは素晴らしい。えー、シロさんは誕生日にどんなケーキを食べますかという感じですね。えー、大丈夫か広がるかなありがとうございます。まず、お便り。あの、そうですね、僕は、最近はですね、あの、あ、なんか、二十歳超えてからはね、俺、タルト、 ばっかりなんだろえっ、ー、と、果物がめっちゃ乗ったタルト。なんだっけ、ほら、有名なのが。あの、あれがめっちゃ好き、ベッドだけど、ほら、あの、キルフェボンキルフェボンの,あのフルーツタルトとかめちゃめちゃ好きで、結構食ったりはしてたんですけれども、あの、確か小学校、中学校とか、ちっちゃい頃は、あのチョコレートケーキを毎年食ってましたね。 なんか、チョコレートケーキと、あの、焼き鳥っていう組み合わせが、あの、もう、我が家ではもう、なんかもう、鉄板でしたね。もう、焼き鳥めっちゃ好きなんで。なんか、その話を、えー、確かしたら、なんか友達かなんかにしたら、おまんち、インコとか文鳥飼ってるのに焼き鳥食うのかみたいな指摘を、あの、されたんですけれどもですね。まあ、もう、我が家の、あの、鳥に対する、あの、スローガンは、あの、鳥は、可愛いし、美味しいと。 だから、ちゃんと大切に共存していこうねという、あの、コンセプトですので、愛鳥家の一家ですのでね、はい、そういった感じでやっておりますという感じでしたね。はい。なんか最近筋トレで、あんまりケーキとか食えてないんですけれども、食事制限で。ちょっと食べたいですね。はい。ライブ終わったら食べようかなと思ってますね。 えー、もう一つくらいかな。えー、ツイッターネーム、えー、復家水槽さんからですね。えー、シュドさんこんにちは。いつも配信見させていただいてます。ありがとうございます。えー、質問です。もうすぐバレンタインですが、シュドさんは好きなお菓子はありますかという感じですね。非常に甘いものの質問が続いてしまいましたけれども。そうですね。好きな食べ物、あ、好きなお菓子は、うーん、割と和菓子が、あの、もともとは好きなん ですよあんことか入った系でいうと、まあ、大福大福って言うとちょっとややこしいな <laughs> あの大福ちゃんって文鳥実家で飼ってるんであれなんですけどもまあまあ大福大福ちゃんではなく大福とかもすごく好きではあったんですね。えー、なんかバレンンタイン あ、なんか俺さ、これ、結構曲とかにもしてるからなのかわかんない。ビタチョコデコレーションって曲があるからなのかわかんないですけど、めちゃめちゃチョコ好きでしょってなんか周りにあの思われたりとか仕事、あの先の人になんか会話の流れで言われたりしたことあるんですけれども、あの、僕、チョコは、あの、もちろん普通に好きなんですけれども、あんまり自分でガツガツ買って、 食べるタイプではないんです、ね、なんかチョコケーキとかチョコ味は好きなんですけれども、あの、なんかやっぱ周りでチョコ好きな人はさ、本当にこう、なんだ、コンビニでもう毎日買って、なんか固形の板チョコとか買ってバリバリ食ってみたいな人いるんですけど、そこまでではないんですよね。なんかただ、えー、まあそういうふうに絶妙な感じだったんですけれども、えー、最近やっぱ、 さっきも出たんですけど、体作り、ライブに向けた、えっ、ー、と、筋トレとかの食事制限で甘いものを取らなかったりとかですね。えー、あと、まあ、こうバレンタインにもらえるチョコの数も減ってしまってですね。要は、この間、スタッフの方からもらって、久しぶりにチョコを食べたんですよ。あのー、なんか、ちょっとストーリーとかにも確かあげたかな。あの、文鳥型のチョコみたいなのを作ってくれててですね、非常にありがたいなという感じだったんですけれども。それを、本当に、チョコなん、 1> 1 2, 2ヶ月ぶりとかかなに食ったらもうめちゃめちゃうまくてなんかもう本当にこうなんだろう舌,舌がしびれるくらいうまくて最近そんなあの甘いもの食べてなかったんでいや最高だったんですよねでなんか思うのは俺そのやっぱ中学でさもうこのは本当オープニングでしてまたしてんだけど中学ではほんとに超もらってたのよ マジで。でも、チョコ30個とかもらうと、さすがに飽きるわけ。めっちゃ嬉しいけど、嬉しい反面、もうやれやれみたいな、こんな食べきれねえよみたいな気持ちでやって、えー、もうほんと家で、あの、なんか妹とか家族とかに配って一緒に食べてたりもした男だったんですけれども、もうぶん殴り行ったいっすね、今思うと。調子乗ってんじゃねえぞって思いましたね。全部自分でちゃんと噛み締めて食えやってことでしたね。 なんかやっぱこう、ね、中学の時とかそうやってもらえるけど、今ほら、やっぱりね、活動してて、あのー、なかなかこう、もらう機会っていうのはね、こう、増えていくわけではないなというのを痛感した今、えー、やっぱ学生時代とかチョコもらってる方もしくは聞いてる人がいたら、あの、本当に大切にしてくださいって。 で、あともしこう、ちょこ渡す側の女の子がいたら、ええー、もう本当にこう、どんなに義理でも恵みでもあの、いただけると、男は非常にプライドが保たれるので、ええー、ぜひ配ってあげてください。もうあなたの小さい行動が、あの、命を救うかもしれないという話ですね。そんな壮大な話ではないんですけれども、はい。だし、まあこれはもうバレンタインの前に言えやっていうことなんですけれどもね、はい。まあ、来年は、なんか新年会じゃなくてなんかば、なんか、 あれからバレンタインイベントとかやってチョコめっちゃもらうみたいなのとか、やりたいけど、ただちょっと飲食物がね、やっぱりどうしてもコロナとかいろんなご時世あって難しいんでね、まあそういうのもあったりはするんですけれども、はい、もう本当ちょっと気持ちが慣れてきたんで、ちょっといただいたお手紙読んで、え飲みながらお酒飲んで気持ちよく今日は寝ようかなというふうにえ思います。まあこんな感じかな。こうやってまあお便りガンガン読んでいくんで、あの、なんかあったら、あの、コメント欄とか、えなんか、 ツイッターとかでハッシュタグとかつけて、えー、送ってくださいっていう感じで、えー、ございますですね。はい、今回は以上ですありがとう シュードのクロックラジオ早くお分かりの時間になってしまいました。番組では皆様のお便りお待ちしております。関節質問などツイッターでハッシュタグシュアップシュドラジオとつけてツイートするかこの動画のコメント欄にお書きください。次回の更新予定は3月24日です。えー、告知事とまとめさせていただきます。え現在放送中テレビアニメ、クールドジ男子オープニングテーマ、笑うな配信中でございます。MV もあります。えー、3のアレンジと流星さんの素敵なアートワークで楽しめますので、ぜひ皆さんお聞きください。 えー、そして先ほど話もありましたけれども、えー、スマホ PC 向けゲーム「ブルーリフレクション3」えー、の、えー、タイアップソング「クロックワークス」こちら手動×マフマフという名義で、えー、作らさせていただいて配信が始まりましたので皆さん是非お聴きください、えー、で配信に絡めたリリースキャンペーンなども行っておりますので、えー、よろしければ是非チェックしてくださいという感じです そして、主導ライブやります。主導ライブ2023がむしゃら。これが4月8日の千葉県幕張別でイベントホールでやります。3月に入ったら、いろいろリハもね、本格化していろいろ映像も上げれたらなというふうに思っております。日程近づいていけそうだなみたいなふうに分かったりしたらですね、ぜひ春の訪れを感じる、そんなライブになるのかな。がむしゃらなライブにできたらと思ってますので、ぜひ皆さんチェックしてください。いろんな選考やってますんで、随時チェックしてください。 感じですえー、そしてすいませんちょっと日程前後しちゃうんですけれどもライブがもう一歩増えましたね4月2日に、えー、日曜日に、えー、大阪 ZEPP 大阪ベイサイドで、えー、行われます音楽イベントネオトポスに私主導が、えー、出演させていただきますラジオ局 FM802 さんが主催するイベントでして、えー、出るのが北谷達也さん主導津田恵奈さん山さんの4組という感じになっておりますので、えー、ここでしか見られない共演なんじゃないでしょうかぜひチェックしていただけたらというふうに思いますまあ まあそんな感じですね。はい、引き続き、えー、いい春にしようぜっていう感じでございます。えー、それではまた次回お会いしましょう。お相手は手動でした。お